俺説得頼まれちった。もし山田に彼女できたら泣くやつとかいいんだろうな。学校は荒れそう。さあ冒険者たちの出会いの場で仲間探しだ。ドルをたたる者、現場で落とす金くらい真っ当に働いて稼ぎたい。待ってろアゲートちゃん。いろんな種類の中で熱を感じる光を集めるイメージをしたんですけど。ああ理解されてない。俺の名はアーサー・ボイル騎士王だ。あなたたちがこの城の姫君か。あいつちゃんとやってんのかなってなんか心配になってきて。元気な顔見れば俺も安心できるし。僕はね、友達を作っていろいろ話したいんだ。ランチとか一緒に取りたいだけ。やましいことはしない、本当さ。俺の発表は最後の方がいいぜ。なんせ俺の船はもうすでに完成してっからよ。おう、ミス・ショーコ、 You are the most beautiful woman I've ever met。 練習してますから。えらいえらい。エイム雑すぎ、反応鈍すぎ、腕落ちた。 MMO なんかしてサボってるから FPS 下手になったんじゃない。本当は強くないのに強いふりしてランク上げるのは重罪なんす。バレたら最悪これっすね。こ、で、なんなのあの人。普通にシフト入ってるのに連絡取れないみたい。当日くらいちゃんと仕事してよね。探してきてよ。南さん係でしょ。秘術を編み出したんでな。もう大丈夫。3人もここで会うということは道は間違っていない。思いついたの。おばあちゃんのプラネタリウムであんな風に踊ってみるのってどう。お客さん大勢見に来てくれるんじゃないかな。私はトーミメイ、よろしく。別の4人は声優ユニットデビューに向けてもうレッスン中。つまんない。赤でネトゲばっかでつまんない。外出たい、合コンしたい。いい人がいるか不安だったけど、私君にならキスできるかも。後ろ。帝王がいたから、あなたがいたから今の私になれました。帝王、わからないのかと妃くるみ。まあ無理もないか。私は君たちが切り捨てた私だよ。なんというモフミ。私はこのモフミを全身に感じ、毛玉たちと一体化するために全裸で生きざるを得ません。マジでちゃんと夫婦ごっこしてみようよ。A ランク取れたらハッピーエンド。本番の練習にもなるし、いいでしょ。鴨田一軍農園代表の鴨田武蔵と申します。私には弁護士の友人がおります。私は暴力や脅しには屈しません。タコの足だ、笑うな。奪還は諦めていただきたいということです。その代償としてというのはなんですが、あなた方のことは見逃してあげましょう。楽しいショーもひとまずお開きだ。そろそろ帰ろうじゃないか、愛しきホームへ。そんなに死に急ぐもんじゃないよ。命は大切にしなきゃ。地上で文明を築くことはまた地球を汚染することだと、なぜ気がつかない人々がいるんだろうか。そんなことで人を傷つけ合うのはつまらないことなのに。よかったって今言った。それってどういう意味のよかったですか。そうだユウヤ、しばらくの間私の修行に付き合ってくれないか。ユウヤもここで修行しているなら私も一緒に修行したいのだ。先輩はしょうがないな。来ました。この後は僕がいないと先輩はダメなんですから。ですよね。やっぱり後輩が尽くさないと。そいつにすがったところでこの三坂を止められることはない。やるんだったら確実に三坂を殺す気で来ないとね。我はデュラハン、死の狩人。我が聖者に関わる理由は唯一無二。どうした。師匠は私を助けてくれた綺麗ですごい剣。
スキルをたくさん持ってて使いこなす剣なんて他にない。そんな安直な感じではないっていうか、二次元における俺とルリ姫は強いて言うなら運命共同体的な、俺の女神であり母であり嫁であり分身でもあるみたいな。戦おう、雪姉たちの代わりに。今度は僕らが、あの火星カタフラクトと。お前たちの意志に関係なく、必ずヴァンピールを救ってやる。こんなこと初めてだ。壊れたシーソーみたいにギッコンバッタン、心臓が脈打ってる。ごめん、ごめんな。もう少し待ってくれ。兄ちゃんがきっと人間に戻してやるからな。グールの世界の掟も何一つ分かりません。だから僕はちゃんと自分の目で見てからどうするか決めます。モテないです。彼女もいたことないですし、興味ないっすね。恋愛とかよく分かんねえし。うわー、こんな奴らがオタクヒーローと魔法少女だと。僕はこんな奴らを倒すためにあんなに苦しい日々を。そうだよな。もし今後その子に会えても会えなくても、俺にとって大事な約束なのは変わんねえ。大事に持っとくよ。世界中から争いがなくなり、歴史上最もこの光景がふさわしい時代になっているのかもしれませんよ。オタル、忘れてしまっていいんだよ。妖術で保たれている体はとても脆い。へえ、本当に外でやってる。君らが初日から問題を起こしたっていう一年、小学生は帰宅の時間じゃないの？そのイベントにおそらくあいつも来るんだよね。美しくなった私を見て深く後悔すればいいわ。至って普通です。多少不らちなところもありますが、わかりません。本人は自分が英雄であるということに不服なようです。よしよし、いい子にしてましたか、ハヤテ。ごめんなさい、引き取りたいと言っておきながらなかなか両親に言い出せなくて。勇者って、そういえばいた気がする。名前も忘れた。まあいいか。貴様、さっきからわざと誤解を招くような言い方をしているな。ダメ、思い出すな。今帰りました。おかえり、ベル君。今日は早かったんだね。大丈夫なのかい、痛くはないかい。もし君に死なれたら僕はショックだよ。二人だんだん近づくため。